こんにちは。この前はコーカサスが暴れる動画を出しました。今回はノコギリクワガタが暴れる動画です。シュッサスまたカナブンが挟まれています。自分より大きなウガンデンシスオオキのカナブンも追い払います。この木を縄張りにしているようです。動きが俊敏です。大きなカブトムシよりこのくらいの大きさのクワガタの方が気性が荒くて危険だと思います。例えば、50ミリくらいのヒラタクワガタでも小クワガタくらいなら殺せる力があるので、小さめだからといって一緒に飼育していると事故が起こることがあります。ノコギリクワガタはあまり力が強くないので大丈夫だとは思いますが、頻繁に攻撃されることが虫たちのストレスになるかもしれません。無残に追い払われました。リベンジをしています。立ち合い人は白剣花ぬぐり。ノコギリクワガタの方が強いようです。白剣花ぬぐりが狙われています。よくこの枝先に捕まって休んでいます。場所を取り合っています。コーカサスがいました。仲良く餌を食べています。コーカサスは最初は暴れ回っていましたが、今は落ち着いています。ノコギリクワガタの喧嘩の仲裁をしました。シュッサスまたカナブンがいじめられています。白剣花むぐりが目の前を通ってもおとなしくしています。餌を食べている時にちょっかいをかけられると少し怒ります。夜になるとノコギリクワガタが活発になります。コーカ
ずに喧嘩を挑みましたが、あっさり負けました。カブトムシのメスは太すぎて挟めません。カナブンたちが勢ぞろいしています。地に向かって飛んできました。このコオロギはカナブンを怖がらなくなりました。綺麗な色です。このウガンは羽化から3ヶ月経ちましたが、まだまだ元気です。餌の順番待ちをしているみたいです。ちなみにこの緑の方はエンマキュリコリスというウガンの亜種です。エンマキュリコリスは緑色の個体が多いです。それに対してウガンは青、茶色などいろんな色の個体がいます。ウガンはいろんな色が混ざり合ったような色でおしゃれですが、エンマキュリコリスの混じりっ気のない緑も綺麗だと思います。シュルッサスマタカナブンはノコギリクワガタには勝てませんが、他の小さいクワガタやハナムグリには負けません。足だけでクワガタを木から落としました。見事な足さばきです。このゼリーの置き方だと小さいハナムグリは食べにくそうですね。今度作るときは改良します。ウガンの仲間はみんな足の力が強いです。今回ゆっくり実況で動画作ってみたのですが、どうでしょうか。こっちの方がいい、前の方が良かったなどコメントで意見いただけると嬉しいです。いつも見てくださっている方ありがとうございます。ゲームの様子も26回までやりましたが、まだどういう風に動画を作っていくか方向性が決まっていません。こうした方がいいとか、この虫を入れてほしいとか意見があったら、どんどんコメントしてください。ここまでご視聴ありがとうございました。